いいいですかはい、みんな見てねって、はい、さあそれでは早速本日の舞台挨拶を行ってまいりましょう映画「スイートマイホーム」ジャパンプレミア登壇者の方々です盛大な握手でお迎えください <laughs> ご紹介してまいります主演の久保田正孝さん <laughs> そして蓮仏美沙子さん なおさん、そして一緒に登壇してくれてます磯村あめりさん、そして最後に斎藤工監督です。すす映画「スイート・マイ・ホーム」ジャパンプレミアを行ってまいりますどうぞよろししくお願いします。 お客様にご来場いただきましたさあそれでは早速ついに完成したこの作品今の思いも込めまして皆さんから一言ずつご挨拶をいただきますまずはじめに主演の久保田正孝さんです、えー、皆様今日はありがとうございます賢治役をやらせていただきました久保田正孝と申します、えー 初めて皆様に見てもらえるということですごくドキドキしていますどんな感想どんなあの感情が生まれるのか楽しみにしています今日はよろしくお願いしますありがとうございます続きまして蓮仏美紗子さんですはい、えー、皆さん本当に暑い中お越しくださりありがとうございます清沢仁美役を演じさせていただきました蓮仏美紗子ですは、えー 見た方によって後味がすごく変わってくる作品になったんじゃないかなと思っていますすごく皆さんの感想が楽しみです今日は短い間ですがよろしくお願いしますありがとうございます続きまして奈央さんですはい、本田役を務めました奈央です皆さん今日は足を運びいただきありがとうございます海外にこの作品が渡って 日本で生まれたこの映画館ですごく没入して見ていただける作品がやっと皆さんの元に届くことがすごく嬉しいですどうぞ今日は短い時間ですが最後までよろしくお願いしますありがとうございます続きまして磯村あめりさんですはい幸役の磯村あめりです6歳です よろしくお願いします。素晴らしい。元気いい挨拶ありがとうございます。6歳6歳ね、さあ、そして、この映画の監督を務められました。斉藤匠監督です。はい、斉藤匠、四十一歳です。<laughs> まもなく四十歳になります。あの、そうですね。本当になか夢のような景色ですが、えー。海外で上映を行ってきたんですけど。 本当に役者さんたちの素晴らしい、えー、表現に、えー、海を越えていろんな心臓をつかんできたこの作品を故郷日本でジャパンプレミアで皆さんにお届けできることが心から嬉しく思っていまますす今日あありりががととうううごござざどもいます。 ではスチールカメラマンの皆さんフラッシュなしでここからよろしくお願いいたしますじゃまず久保田正孝さんに伺いますはい。あの普段ね俳優としてもご一緒していた斉藤匠監督と今回は監督作ということでご一緒になったんですけれどもお話聞いた時はどう思ったんですかでも本当はあの匠さんが監督をやられていることはもちろん知っていたしもう映画への知識や愛というのはもう誰よりも強い方だったのでえっと共演は多分僕役者やらせてもらってて一番多い のたくみさんがそうもう、はい、もうそうですこちらこそ本当にいつもありがとうございます。ますでもたくみさんにやっぱでも取ってもらえるというか、うん、あのたくみさんの描く世界でこう自由に動くことができるってすごく貴重な時間だったしうんなんか不思議な感じもあったしうんやっぱ。 なんか若い時というか20代の時もも一緒にやらせてましてなんかこうちょっと調子乗った時もあったんでなんかちょっとは恥ずかしい部分もあったんですけどでもなんかそういうのも全部ひっくりめてぶつけられたらなと思ってやららてもらいました斎 <laughs> 藤匠監督はいかがだったんですか今回久保田さんに主演っていうのはそうですねそこが僕の中でもあの監督させていただく一つの条件というぐらい、えー、この原作を上水先生の原作を実写化。 するならば、そこの活路はまず主人公清沢賢治を久保田正孝さんが演じてくださるっていうことが一映画ファンとしても第一条件だったなと思っています。はい。あのキャストの皆さんもそれぞれはこれはこだわりでキャスティングされたのかなというふうに私も思ったんですが、そこはやっぱり監督のそうですね。やはり原作の世界に立ち打ちできるのは生身の人間の。 えー、表現、えー、表情だったりするのでもう圧倒的な普段俳優をやっているんですけどもうとても太刀打ちできない息の役者さんが集まってくださったんでこので、はい、これから皆さん、ね、楽しみにされていると思いますけど蓮仏さんは今回、はい、久保田さんのねこう、はい 夫婦役とといいいうことででししたたけどか、はい、かがでしたか今回のこの脚本を読んでこうやってあ夫婦で共演するんだっていうのを知って。私マサさんのお芝居すごく好きだったので本当に光栄でしたし実際に現場でご一緒しててもうなんて言うんですかね醸し出てる雰囲気とか現場のたたずまい向き合い方っていうのが本当にいつあっても柔らかくて穏やかで。 なんかそういう空気に私は引っ張ってもらいながら安心して「ひとみ」っていう役として常にこう隣にいさせていただけたので本当にまあ作品としては怖いおぞましい作品ではあるんですけど本当に現場は幸せでした、はい、そしてね今とっても可愛らしいあちの娘が。ねうん、緊張してるしててるない<お><お>よかった。 アメリとも、ね、うん、おままごとして、遊んだりとか。<え>怖い話だったけど、楽しかったよね、現場。うん、楽しかった。楽しかったそうです。い、ね、いいですよ。よかったです。アメリちゃん、<laughs> じゃ、さ、お父さん、お母さんと。どんなことして遊んだんですか。うん。肩車してくれたり。あと、いろんなことしてくれたりしました。いろんなこと。<laughs> 走ったね。 日活スタジオの外一番走ったねうちらねお母さんともさおままごとおもちゃしたねいっぱい人参切ったよねエンドレス人参だったそうだったもうマジックテープで切ったらまたつなげて見てバンバンってずっとやってたねお皿もずっと洗ってたよねねシャカシャカって洗ってたね料理も作ってね懐かしい そういうね,ね時間はすごい楽しかったね,ねうん楽しかった、ね、じゃあメリちゃん横にいる監督さんはどうでしたか怖かったですか優しかったですか優しい監督優しい監督さん演出通りですねですよね <laughs> ちょっと思いが伝わってきて 先取っちゃいましたすみませんシ<私>監督さんの,さんのかわいいかわいい,わい,い監督さんかわいい監督さんなんですかわいいかわいい監督さんいいすごいかっこいいかうん、うん、か,か,わいかわいくもあるかっこいい混ざったかっ,いいかっこいい混ざったかっこいく次言ってもらっていいですかかわいく混ざった 勝った<ー>最後だけなんかすごい渋い渋い閉じ方しますね。す褒め讃えるというね。ね勝ったっていうね。ありがとうございます。素晴らしい賢いね賢い役者さんでございますよ。ありがとうございます。アメリちゃん拍手。<ー>ね。 じゃなおさんにも伺いますけど、はい、最初斎藤工監督からお話を伺った時は本当に斉藤組は入りたかったのであの参加できるっていうことがすごく嬉しかったですし撮影日数的に言うと参加させていただいた日数は私はそんなにすごくたくさんはなかったんですけど現場の雰囲気がもう本当に入った時からあの皆さんの穏やかな空気に包まれていたので本当に楽しかったですね。